どうも、トロンボーン講師ズッキーです。この動画では肩の力を抜く方法ということについてお伝えしていきたいと思います。トロンボーンを吹いていて、脱力しようとかリラックスして吹こうって、よく言われますよね。でもなかなかこう体の力が入ってしまったり、特に肩ですね、楽器を構えていたりとかスライドがあるので、この肩周りっていうのはすごくこう力が入りやすいなと僕は思っています。なのでこのストレッチを使って、肩の力っていうのをこう最大限に緩めることができると、よりこうリラックスして演奏ができると思うので、ぜひ取り組んでみてください。このストレッチのやり方をご説明します。このストレッチは3つのステップで取り組んでいくものです。まず1ステップ目です。まずはこの肩を持ち上げて力を入れます。このような状況ですね。このような状態です。で、2ステップ目で今度は肩に力を入れたままグッと後ろに引きます。最後のステップでこの肩に入っている力っていうのを脱力すると同時にスッと下げます。真下に下げるイメージですね。この3つのステップを、約3回ぐらいですね、行っていただくと、肩の力っていうのがだんだん抜けていって、こう楽器を構えやすくなったりとか、スライドを動かしやすくなったりしていくと思いますので、ぜひこの3ステップでできる肩の力を抜くストレッチっていうものを取り組んでみてください。ではこの動画はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。